皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は読めそうで読めない難しい漢字を20問出題します。これが解けたら人に自慢できる漢字力の持ち主ですよ。解いた感想をコメントしてくださいね。各問題の制限時間は10秒で、残り5秒になるとヒントが表示されます。全問正解を目指して挑戦してください。それでは早速始めましょう。1問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解はまかないです。食事を用意して出すことです。2問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解は捌くでした。処理することです。3問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解は何とぞでした。どうかぜひという意味で使いますね。4問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解はしばらくでした。少しの間、やや長い期間のことです。5問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解は瞬くです。上下のまぶたを閉じてすぐ開けること、まばたきをすることですね。6問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解はてこです。支点を中心に回転する棒のことです。7問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解はとかくでした。あれこれ、いずれにしても、ややもすればという意味です。8問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解はぼかすでした。意味や内容を曖昧にすることです。9問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解は蕁麻疹でした。アレルギー性の急性皮膚病のことです。10問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解はコンロでした。持ち運びができる炊事用の小さな炉のことです。カタカナで書くことが多いですね。
11問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は掴むでした。手に入れる、理解するという意味です。12問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は轟くでした。響くことです。13問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はあいにくでした。具合が悪い様子のことです。14問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はすぼむです。狭くなる、しぼむことです。15問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は瑕疵です。欠点や傷のことです。16問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はかしましいです。やかましい、大いに耳障りであるという意味です。17問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はみぞおちです。みぞおちは胸の中央部分のちょっとへこんだところを指します。もともとこの呼び方は水落ちが変化したもので、飲んだ水が落ちる場所だからだそうです。18問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はひしめくです。牛が3つでひしめくです。大勢の人が一箇所に隙間なく集まることを意味します。19問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はトウモロコシです。トウモロコシはポルトガル人によって16世紀に日本に伝えられたものですが、それ以前に中国から渡来したモロコシという植物に似ていたそうです。最後の問題です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は塞ぐです。手や物で覆うことです。要塞の塞で塞ぐとは意味が違いますよ。こんにちは、ナレーターの多久和由美です。今回の問題も勉強になりましたね。私は1問目のまかないの漢字で
学生時代レストランでアルバイトしていた時のまかない料理を思い出しました。美味しかったな。最後までご視聴ありがとうございました。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。